談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノは友達のういろうさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。マーキュリーファーの配信が楽しみすぎて、私はここが見どころだと思うというところをワクワクと喋っているシリーズの3回目です。俺はエリオットの声がどんな色だろうかというところまで行きまして続き、キスの後ローラの頭を抱き寄せて視線を落とすその伏せたまつげの奥の目がっていうとこと、一度あの下手に投げる目はほっとしているのかやれやれなのか、それとも何か違うものなのかと、大丈夫の後のコツンで目を覗き込み合うところね、からの、その部屋を化粧室にっていう、文字で書いたらただの業務連絡なのに、甘々、激甘なことがありますが、この収録会は甘く聞こえているかどうか。で、ナズが入ってきて、そのね、ぴょんとエリオットを飛び越える華麗なステップと、ナズとのやりとり。で、エリオットがビールを飲むあたりの、プシュ、クル、ゴク、グイ、カン、フ、模写などのフルコンボが出るかどうかが、と神話になっちまったっていうのが、吐き捨てるのか悲しそうなのか皮肉っぽいのかつぶやくのかとか、と永遠に不滅っていうのが新世界の神みたいな感じなのか、無邪気な感じで夢を見るキラキラっていう感じなのか、夢を見る瞳ではないこの若き王の目ははっきりと中華を見据えているのは関係ないですけど、なんだっけこれ、王毅将軍が言うんですよね。これはまあ関係ないんですけど、っていう感じなのかっていうのとか、あと話してやってることになって、座れの前のヒュッと上げる腕のスピード感ね。これがどうなんでしょう、映像で見ると早く見えるんだろうか。現地で見ると、ブンって SE なしで音がするぐらい早かった。と思ってるんですけど、どうだろう。で、最初のバタフライのと砂嵐の話、ここもすごくエリオットの語りに引き込まれる場面で、その語り口の抑揚とか声の使い方の豊かさはもちろんのこと、特に手のマイムの的確さ、無駄のなさが素晴らしくて綺麗、奇跡、手を動かす奇跡が綺麗で、と一緒にいるナズとローラも顔の向きとか視線の高さとかがもうピッと綺麗にはまっててですね、ここがこううまく揃って動いていると画面が移動しているように見えるというふうに思ってましたが、さてそれが本当に画面になるとどう見えるんだろうかっていうのが楽しみなのと、でここの最後の嵐なんかっていう挑むような超絶鋭い表情から、パーティープレゼントが暴れ出したことで心が乱れて、その鋭い表情が崩れていくところ。これ実はプレゼントが急に騒ぐので、マジでびっくりしてて、目を離しているんですよね。エリオットから。ので、配信で落ち着いてしっかり見たいなと思います。で、全部俺のせいだ、と荒れて飛ばす椅子の調子はどうか。そして、次、前半のクライマックスですよね。いい記憶のところ。と黒いバタフライの話。もっとひどくなったらって、ローラの腕に指が食い込むぐらい、ぎゅっと掴んで訴えて、もう言うまでもなくここは大きな見どころです。エリオットが自分だけ知ってしまって、で一人で抱えてて、黙ってる間にね、きっとどん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 不安が大きくなっていって、それにもう自分自身が押しつぶされそうになって、もうちょっと飲み込まれてしまってるんですよね。それを押し隠して、日々ダレンを守って、でローラとスピンクスとも一緒にやっていかなくちゃっていう感じにやってて、この時にローラに吐き出せたのは良かったのかもしれないんだけど、一人で考えて熟成させていた大きな大きな恐怖と不安を口に出したことで、改めてなんか
こう自分自身の口から出てくる言葉に恐れを抱いてしまっているようなように見える演技、お芝居というところがあったりとかして、その苦しみにもう一度苛まれるみたいな、で打ちひしがれるというような名演ですよね。どういう方向性であれ名演だなと思います。でスピンクスが来るとなってのスピンクスが来るとなってというよりは、スピンクスが来るのはいいんだけど、姫が来てるっていうことになっての心が乱れまくったやりとりね、夏に迎えに行かせる時のトーチ投げるのがついに二人とも一度も落とさず、すごいなと思ったりしながら、姫を待ち受ける間、互いの服の端をキュッと掴み合う兄弟というのは見られるだろうかというのと、姫に挨拶をした後、そう、壁に向かって、そうだ、辛さを壁に押し込むようなところがあるんでしたね、エリオット。地方公演では、ね、段を降りて顔を覆っていたので、なかったんですけど、世田谷パブリックシアターでは壁に押し当てるんでした。ね、この、一度ですね、すごい下手で見てた時に、エリオットがこうで壁にぐっと顔を寄せたら、壁がきっと鬼神で、もうそれが、まあ、もうエリオットの無言の悲鳴に思えて、いや、こんなに無言で後ろ姿で語れるなんてすごいなっていう風にしみじみ思ったのを思い出しました。はい。というところで今日はここまで、終わりそうにないですけど、明日続きいきたいと思います。よろしければどうぞお付き合いくださいね。それではまた。